アルバネルペトン科は外見上郵美目に類似した絶滅量生類の都がである。アルバネルペトン族、アノアレルペトン族、ケルテデンス族、シラーペトン族、ウェセルペトン族、役者族を含み10から20の間の種が知られている。約1億6000万前の中世代ジュラ紀中期の バトニアンキから213から200万年前の新生代更新予初期のジェラシアンキまで生息していた。アルバネル・ペトンカはその小さなサイズと一般的な体制から長い間ユービメだと考えられていたが、現在ではそれらの特徴は平滑両性アズナの祖先に由来するもので、この2グループの間の禁煙関係を示すものではないと考えられている。ユービメと区別される。 点の一つは、皮膚が皮骨鱗で覆われていることである。アルバネルペトンカは現在では、原生の両生類の三目とは区別された、関係等群であると考えられている。いくつかの研究では無属目よりも、無美目、優美目に近縁であるとされるが、他の研究では平滑両生や高クラウンクレードに含まれないということを示している。 石川県の桑島化石壁から出土した白秋、前期のバレミアン期の化石がこの都がに属するシラーペトン、イサジーシャールペトンイサジとして2018年に記載された。ありがとうございます。